漫画でわかる外食業の安全衛生。今日は外食業の安全衛生について学んでいこう。食べるものを扱う職場だから責任重大ね。そうだね。外食業のお仕事ってたくさんあるんだね。お店もたくさんあるもんね。早速労災の発生状況を見ていこう。はーい。労災の原因上位はこんな風になっているよ。転倒と切れ、擦れが多いんだね。そうなんだ。まず転倒は床が濡れていたため足を滑らせたり、野菜などを運ぶ際につまずいたりする事例が多いようだ。急いでいても慎重に作業しないと。混んでいる時は特に気をつけよう。どうすれば転倒は防げるのかな。まずは身の回りの整理整頓を徹底することが大切だね。整理整頓は面倒だな。要は転ばなければいいんでしょ。自分だけじゃなく誰も転倒しない職場作りが大切なんだ。はい。それにお店にはお客様もたくさんいる。客席近くで転倒するとお客様も怪我をさせる可能性があるから、より一層の注意が必要だ。確かにお客様を巻き込むと大変ね。対策としては 4S の徹底はもちろん、滑り止めマットの設置も有効だ。危険な場所にはステッカーを貼るのもいいだろう。切れ、擦れにはどんな労災例がありますか？例えば割れた食器で手を切ったり、よそ見してナイフで指を切ったりする事例もある。痛そう。それじゃあ実際の現場を見てみよう。ケース1、厨房編。お待たせしました。今日は張り切ってるな。いつの間にか成長して嬉しくて涙が出ちゃう。約束があるから早く帰りたいんだよね。この前も皿を割ってたけどな。もう意地悪。あんま急ぎすぎんなよ。怪我したら危ねえだろ。ドキ。それにまた皿割られてもかなわんからな。今日はお客さん多いな。ハム切っておいて。あ、はい。まずはハムをスライサーにセットして。今時間ある？はい。いた。何やってんだ。傷は大したことないみたいだな。ここはもういいから皿洗い頼む。すいません、ついてないな。なんだか手がピリピリする。あ、これ薄めて使うやつだった。でもどんどん洗い物増えてるし、このままじゃ約束に遅れちゃう。痛いけど早く終わらせちゃおう。終わった。お疲れ様です。腕まで赤くなってるじゃないか。病院行け。役所ですな。医師からしばらく治療が必要と診断された。
ついてない。後日。心配したぞ。店長しっかりしてください。あ、はい。刃物の使用中は作業に集中する。怪我した時はすぐ上司に連絡する。うちの店では食器を洗う際は手袋着用がルールだろう。皮膚の発赤に気づいたら上司に報告して医師に見てもらうこと。ルールを守ることは自分の身を守ることだぞ。はい。期待してんだからよ。先輩。君ならやれる。頑張れ。頑張れ私。アホばっか。ケース2、ホール編。ラーメンお待たせしました。すまないな、もうすぐしたら手伝いが来るから。はい、わかりました。あ、すみません。大丈夫です、そのままにしといてください。急いで拭かないと。でも混んできたな。ラーメン一丁上がり。はいよ。お客さんを待たせることはできない。急がなくていいよ。大丈夫です。うわ、うん、重い、うん、おいおい兄ちゃん大丈夫か。ラーメンお待たせしました。うわ、熱い。店長、遅れてすみません。あ、失礼しました。すぐ片付けます。お怪我はないですか？な、落ち着いてください。すみません。俺はほうきとちりとり持ってきますね。お願いします。食器割っちゃった。いた。やれやれ。忙しい時こそ慎重になること。忙しい時こそ 4S を徹底すること。腰を痛めることもあるから一度にたくさんの料理を運ばない。やけどを負った際はすぐに水で冷やす。割れた食器は素手で触らない。どんな時も基本が大切だ。ルールを守ることで自分やお客を守れるんだ。はい。本当に分かったのか。やれやれ。ケース3、運搬編。そろそろ食材が届く頃ね。自分が搬入手伝ってきます。今日も元気だね。そうですね、自分のレストランを開くのが夢らしいですよ。へえ、夢があっていいね。そうですね。こんにちは。夢を叶えるためには努力の積み重ねが重要なんだ。よし、頑張るぞ。腰が。箱無事運びきったぜ。残りの食材も運ばないと。腰どうかしたのか。食材運ぶときに無理しちゃって。大丈夫です、重いものは僕にお任せください。お店としては NG なんだよ。でもこれは僕が。ルールを忘れたか。それなら代償を使うルールだったろ。ルールを破ってはいけないな。よし、こうなったら早く作業を終わらせてやる。おい、無茶するなよ。少しずつ運べよ。
ご心配なく。おー、前が見にくいな。あ、危ないでしょ。へ、重いものを運ぶときは台車を使う。でも荷物を高く積み上げすぎると視界が狭くなって危険だよ。周りをよく確認して運ぶこと。はい。頑張ることは大事だけど、冷静に行動することも重要だよ。君の将来のためにもね。俺、頑張ります。本当に前向きだね。ま、大丈夫でしょう。危険は意外と身近にあるってことがよく分かっただろう。登場人物のドジなところが誰かに似てたね。ん？なんか言った？職場の安全衛生には一人一人の意識とルールを守ることが大事。ここでもう一度ケーススタディを振り返ってみよう。外食業で気をつけたいポイント。1、作業中はよそ見しない。2、4S の徹底。3、割れた食器に注意。4、運搬には台車を使用。労災は決して他人事ではなく身近な問題だ。ルールを守ることは体、家族、生活を守ることだと覚えておいてほしい。何かあった時のために日頃から職場でのコミュニケーションも大切よ。よし、労災に気をつけて毎日頑張るぞ。外食業、こんなことにも注意しよう。安全健康のためのヒント。1、熱中症に注意。2、ドライアイスによる凍傷に注意。3、雨の日は足拭きマットの用意。家族や友人に心配をかけないように注意して作業しよう。イラストで学ぶ職場の作業の中に潜む危険を知ろう。危険予知訓練。どこが危険か考えてみよう。ここが危険のポイント。1、作業中のよそ見は危険。2、重いものは何回かに分けて運ぶ。3、4S を徹底しよう。他にも危険なポイントがないか考えてみましょう。